共闘北が困難、韓国の目論ろみ空回りとだから韓国南朝鮮としてはね北朝鮮に反日で共闘しましょうよ3・1独立運動ねちょうど100周年だから不思議なんですよねだから北と南でわーっと盛り上がろうとしたんだけどもどうも北の将軍様はあまり興味がないみたいなんですよざまあ見やがれって話なんですけどもねとにかく読んでいきましょう韓国では来月1日3月1日ですかまさに明日のことですわ 3月1日、1919年に起きた日本からの独立運動、3-1独立運動から100年の記念日となる。北朝鮮との民族共同の行事も目指していた韓国だが、北朝鮮側は21日、共同行事の開催が困難であることを通報してきた。日本との歴史をめぐる節目の記念日は、韓国だけの内向きのものになりそうだ。韓国の文在寅大統領は昨年9月に平壌で行われた、金正恩、朝鮮労働党委員長との3回目の南北首脳会談で、 独立運動100周年の南北共同記念に向けた実務協議と、キ正ション氏の近い時期のソウル訪問で合意、韓国では年内の訪韓も取り沙汰されていたが実現しなかった、関係筋によると、文在寅政権は最近まで、3・1独立運動記念日に合わせた、キ正ション氏の訪韓を期待していたという。 ところが、米朝首脳会談が今月末にベトナムで開かれることになった。北朝鮮としては記念日よりもトランプ大統領との首脳会談の方が重要ということだ。それはそうでしょうよ。三一独立運動で一緒に今日の、えー、イベントやろうぜみたいな、そんなちっぽけな話と。2回目のね、その米朝首脳会談、もうレベルが違いますからね。<laughs> 朗報を待っていた韓国政府だが記念日まで8日の21日になり北朝鮮から時期的に共同行事の準備は難しいと韓国統一省に公式に通報が来たまた韓国は抗日での共闘を呼びかけたが北朝鮮は今月漂流漁船や船員を救助した日本に謝意を表明するなど関係改善に向けて日本に宗派を送ってもいる南北共同行事への韓国の期待は外れた <laughs> 北朝鮮の漂流船どんどん日本について日本が救助するもんだから <laughs> 日本に感謝の意を伝えたっていうんですよね、うん、<laughs> まあ渓谷ですね渓谷南朝鮮 MC という略もいいかもしれませんけどね渓谷もしくは MC 南朝鮮 MC 今年は三一独立運動に加え、中国・上海での亡命政府の設立から100年に当たると。これが4月11日なんですって。そう、だからね、大韓民国臨時政府というのを、って言っても何の意味もないんですけどね。そういう変なやからが、テロとかやっちゃうようなやからがですね、中国で立ち上げたと。そしてそこがね、記念館になってて、その時の机とか展示されてるらしいんです。アホらしくて見に行ってませんですけども。そこからちょうど100年だったわけですよね。それが4月11日です。韓国では本来、 李晩初代大統領が就任した1948年8月15日が建国記念日だが文大統領は臨時政府設立の19年を建国の日とみなしている昨年8月の建国記念日は政府樹立70周年とされた。 共同行事の「ウサン」以前に北朝鮮は文在寅政権が大韓民国臨時政府の設立に合わせ今年を建国100年とすることに冷ややかだ北朝鮮では建国を1948年9月9日と定めているそりゃそうでしょう MC とね KC ではあの設立の経緯が違いますからねだってそれはもう近日成、近日成がですね建国ですから。 そんな中国のどっかで誰かがテロリストたちがねなんか防御したとかそんなレベルじゃないわけですからねですからそれは4月11日を共同の建国って言われたってそら北朝鮮はね <laughs> ケーシーケーシー <laughs> ケーシーはそら乗れないでしょそんなのも予測できなかったのかねそしたら MC の人たちはアホちゃうのって話ですけどね乗るわけがないでしょだって 金日成がもう深刻化,化されてるんですからね昨年の建国70年の記念日には中路首脳が祝電を送り平壌では軍事パレードなどの行事で華々しく祝った北朝鮮にとり伝統的な歴史は金日成主席の抗日革命史だけだ臨時政府を強調し共闘を求める文在寅政権だが建国を巡る認識は根本から食い違っていると <laughs> 一人で踊ってるって感じですよね乗るわけないっしょそんなのはいはいって感じええ年ともにし続き読みますよ新たな100年 韓国大統領府で1月に行われた文在寅大統領による年頭の記者会見の会場には100年を記念する文字が掲げられた今年が3.1独立運動に加え大韓民国臨時政府の設立から100年となり日本に対する民族の抵抗をたたえる意気込みがうかがえた慰安婦問題に徴用工訴訟レーダー照射問題そして国会議長の天皇謝罪要求発言により日韓関係が悪化し続ける中で迎える記念日 皮肉ににも韓国のの反日感情を高揚させるのに十分な環境そうそれを考えるといいタイミングで3・1の100周年を迎えるわけよ今言ったよね慰安婦問題だんだかんだレーダー照射から議長のどうのとかあってそこで迎える3・1100周年なわけですよ毎年来るんだけどやっぱ100周年っていうのはですねちょっと意味合いが違いますからねだからね木に油をぶっ込むような感じですね もうね膨大な量の燃料を投入する感じですからうわーっといきますよねですから自滅への道でもね自滅されると困るんですねとにかく MC に関してはヘナチョコリンのねヘナチョコリンなままですねなんとなく残ってくれるのが一番いいんですけどもね完全になくなっちゃうとこれは将軍様が全部ね押さえることになっちゃいますからねですから微妙にいい感じのとこで れれててくれるっいいいうのが一番ねねいいんですけども、ね、だからタイミングとしては完璧なんですできます韓国各メディアは記念日に向け特集記事やニュースを連日のように報道島根県が制定した22日の竹島の日に合わせ独立運動100年も絡めた行事などが予定されている韓国外務省は21日韓共和外相が25日にスイスジュネーブで開かれる国連人権理事会で慰安婦問題などについて演説すると発表 漢氏は昨年の演説でも慰安婦問題をめぐる2015年の日韓合意では不十分だとし日本側が抗議した2年連続の慰安婦問題への言及が日本を刺激するの必死だ必ら彼らわざとやってますからね何 <laughs> かあるたびに日本が「いかんだいかんだいかんだ」というねそういうことをう言うと。 今度イカンダじゃなくてイカンオ王にしてみたらどうですかね。ちょっと意味合いが変わって面白いかもしれませんね。高知なまりですけどもね、坂本龍馬みたいな感じでいいんじゃないですか。イカン税王、非常にイカン税王。<laughs> どうやってどうやって翻訳するんですね。イカンダゼット。<laughs> いかんだ <laughs> <laughs> 日韓関係が極度に悪化する中、文在寅政権は対日関係修復への糸口さえつかめずにいるというか、修復するつもりないでしょ、あのおっさん、このまんま、このまんま、どんどん悪化しろ、悪化しろーっていう感じですね、韓国政府周辺では記念日の演説で文大統領が抗日活動を展開した先陣を称えつつ、未来志向の日韓関係を訴えると予測も出ているって。<laughs> どんなアホな未来志向なのか突っ込みどころ満載でしょうただ独立運動100年の記念日は祝日で土日が続き3連休となる一般市民の関心は民族の慶祝日よりも旅行などで連休をどう楽しむかに向いているとそして多くの韓国人がこの3連休日本に来るんでしょうどうせ <laughs> 超ウケるんですけど <laughs> まあどんどんお金を落としていってほしいですね 来なくて結構でございますけども、まあ、どうせ来るならお金いっぱい落としていってほしいですけども <laughs> 盛り上がる予定だったのに北の将軍様はね乗らないんだから MC 単独の内向きのですね内向きのお祝いということでいいんじゃないですか武田敦康チャンネルの「切り抜きチャンネル」をご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします え本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。